にちは、この花の寒月です。今日は、旅の履き方をご紹介したいと思います。それと合わせて冬重ね履きして暖かくなる方法もちょっとご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは今から旅の履き方を、ご説明していきたいと思います。まずは旅の基本の履き方ですね。足袋用意されましたら、こういうふうに折ってあげてください。そうしますと、足がスッと入れやすいので、まずはこういうふうに足袋を折り曲げるというところから準備してください。で、履きましたら、立ててあげて、ここですね、2本の紐がこうずっと渡してあるんですけれども、これちょっと調節用なんですね。で、もうジャストサイズであればこの小ハゼをずっと、こっちの外側ですね、外側に留めていっていただいて、そして足首がちょっときついなと思ったら、この内側のここですね、内側に小ハゼを通していただいて大丈夫です。こういうこの留め方で足袋は、これが基本の履き方になります。そして、今回ちょっと暖かく履くというコツをご紹介したいなと思ってます。ここ最近ちょっとマイナス気温の時もあるので、その時はどんな風にされてあるんですかって最近ちょっとよく聞かれるので、私の履き方をご紹介したいと思います。まずはこういうふうに足袋を履きましたら、こういう足袋カバーですね、今ちょっとこうベルベット風のあったかいものがあるので、足袋のこれ伸縮性があるので、この上に履かれてあったかく履けます。それか普段私がしているのは、お店で履くときが割と足元すごく冷えるんですね。それで足袋の下に靴下を履いてます。で、足袋と同じような形のこういう2つに分かれている靴下か、もしくはこの5本指の靴下を履いて足袋を履いています。その時に足袋はもうワンサイズ大きいの履いています。ワンサイズ大きい足袋を用意して、まず靴下を履いて、そして足袋を履くというふうにしています。で、本当に寒い時は私は、靴下を履いて足袋を履いて、靴下用のカイロをここに貼っています。やっぱ外を歩く時に靴を履いているわけではないので、もろ低い気温が足に来ますよね。ですごく私冷え性なので足がすごく凍えるぐらい寒くなってしまうんです。それでその時にカイロ貼ってます。これでだいぶ違うので、よく聞かれるんですけれども、どんな風にあったかくされてますかって聞かれるんですが、このカイロを貼ってます。で、今足袋の底が黒いので、カイロも黒の底が黒いものを用意して、これを貼って、そして下駄を履いて外に出ています。こうすることで随分暖かく過ごせますので、せっかく着物を着て外出た時にもう寒い思いだけで帰ってくるっていうのはやっぱり残念なので、こういうちょっとしたことで防寒されるといいのではないかなと思います。よろしかったら参考になさってみてください。はい、本日は足袋の履き方をご紹介してみました。この暖かく履くっていうのは本当に私の方法なので、取り入れてみようかなと思われましたら、よろしかったら参考にしてみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いいたします。